途中邪魔が入りましたが、なんとか同時ジムバトルまで駒を進めてまいりました。挑戦者、最初の相手はオーダーの早田です。おっと、いきなりのポケモンチェンジです。ここでウリムーの登場だ、うん、さあ手当たりに攻撃を全く受け付けません。さあこのポケモンチェンジがバトルにどう影響するか。ここでポケモンをチェンジです。ここでファイヤーの登場だ。おっと吠えた、あっと逃げ出しました。次のポケモンが先頭に引きずり出されました。先頭から離脱したポケモンの代わりにこれはどのようなバトルを見せてくれるのか。おっとポケモンチェンジ、このポケモンでは分が悪いと判断したのでしょうか。モンスターボールが開いてポケモンの登場です。おっと白い塵に包まれました。さあこのポケモンチェンジで試合の流れがどう変わるか。ここで炸裂の大文字、これは有効だ。おっと一発の攻撃でダウンだ。さあ次のポケモンを準備です。再び登場しました、このポケモン。これは先ほどのポケモンの屈辱を晴らすような活躍を見せてくれるか。現在のところ残るポケモンは3対2。おっと目覚めるパワー、決まった、これは効果的だ。さあこの場面で急所を捉えた、白熱したバトルが続いております。この攻撃、よし、やっと力尽きたか。さあ出せるポケモンは1匹しか残っておりません。ここでムチュールの登場だ。これで使えるポケモンは最後です。さあ熱戦が続いております。最後の一撃が炸裂、これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。次の相手はスキーヤーのリョウコです。雪上にエアクスプールのように華麗なポケモンさばきで攻めていきます。おっと目覚めるパワー、効き目十分。あ、こちらは軽い一撃、おっと素早さがダウン、おっと壁の口で体力を回復しました。両ポケモンの間に体力の差がついております。さあこれはよし当たった、ここでダウンです。さあ
次はどのようなポケモンを出してくるのか。ここでシードラの登場だ。さあ両者とも激しくバブルの火花を散らしております。さあここで歩く一発、よし効いているぞ。ここで10万ボルトだ。これは有効だ。あーっと一撃で倒れてしまった。さあ一方的な試合が展開されております。ここでデリバードの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1。これはどうだ。アルヒット、おっと効いています。さあ一気に炸裂。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここで試合終了。柳との一戦です。氷タイプのポケモンの放つ強烈な霊気に凍らされてしまわぬよう注意が必要です。今準備が整って、ノーッと目覚めるパワー、効き目十分。効果は抜群だ。両者とも大健闘です。さあこの場面で決まった。これは効果的だ。やっと力尽きたか。さあ次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでルージュラの登場だ。さあ激しいバトルです。ここで灼熱の大墓地に逆転をついた。一撃で崩れ落ちた。さあ一方的な試合が展開されております。ここでイノムーの登場だ。これで最後のポケモンになってしまった。現在のところ残るポケモンは3対1。一方的な試合運びとなっております。さあここでおっと当たりません。締めの一撃があっと外れた。さあ熱いバトルが展開されております。今度はどうだ。あっとまた外れた。さあ今度はあっとこれも当たらない。攻撃の外れが続いておりますが、さあこの試合一体どうなる。これで決まるか。あっとまた外れた。さあこれはヒット、いい感じです。両者とも大健闘です。
出撃。今度はどうだ。当たった。これで最後のポケモンもダウンとなりました。ここでステージクリア。